DS PDS。 Hey guys、 激おこぷんぷん丸のタデです。最近ね、なんかね、怒るというかプンプンしてることがいっぱいあるんですが、ね、20年前のね、おもちゃがね、気になってね、買ってきちゃったんですよ。アマゾンで。はい、買ってきて、ね、届いたんですけど、もうそちらね、超ね、ちょっとふざけんなってね、思うことがあって、ちょっと今日はね、話したいと思います。で、何を買ったかというとね、僕と同じ世代の人だったらね、絶対知ってると思うんですが、超懐かしくないですか？でも、懐かしすぎてね、アマゾンでね、1万3000円で買ってきたんですよ、こちら。これはね、何かというと、多分、仮面ライダーの代わりにね、放送されてた、8時から放送されてたんで、ほんとね、仮面ライダーの代わりだと思うんですよ。平成ライダーが始まるまでの、期間に、B ファイターカブと、頑張れロボコン、カブタック、杉がロボタック、犬のやつとか。で、一番ね、鮮明に覚えてるのが、やっぱロボタックなんですが、こちらもね、見た記憶があってね、おもちゃも欲しかったんですよ、当時。けどね、イギリスから来たばっかでお金もなくてね、僕も日本語全く喋れなかったんで、買ってもらえなかったっていうね。で、子供の頃買えなかったものね、大人買いして、買ってきたんですが、こちらにね、不満があるんですよ。なんでかというと、届いたものが違うんです。で、どのように違うかというと、僕が頼んだのはこちらなんですよ。はい。単品のね、カブタックを頼んだんですが、なんでかね、新春セールとして、カブタックの付属品もサービスさせていただきます。同じシリーズのデラックスの付属品を付け、すべてお付けします。もちろん、付属品も新品です。よろしくお願いしますってね。届いた時にね、商品が違うことに気づくんですよ。そういうのは届く前になんか知らせるべきなのに、なんで違う商品を届けるんだっていうね。あっちからしたらこっちは付属品をつけるから嬉しいだろ的な感じなんですけど、僕からしたらこの単品の方がね、なんか良かったんですけど、まあなんか怒りづらいんですよね。まあなんか、親切でね、つけてくれてたんで、希少性とかもあるじゃないですか、どっちがね、こう、価値があるかとか、まあ、とりあえずね、開けてみましょう。まあ遊んでみて、まあよかったら別にもういいかもね。おぉ。あ、シールもついてる。しっかりシールもついてる。うわ、すげえ超合金だ。やべやべ、懐かしい。スーパーチェンジつってね、遊べるんですよ。スーパーチェンジ、おぉ、すげえ。頭がいって、足を短くして、多分短くするんですよ、ドラえもんみたいに。これが腕になって、あ、すげえすげえ、これで完成。結構単純やな。頭をつけるっていう、かっけえ。スーパーチェンジ終わったぜ。で、なんか武器をいろいろつけられるみたいですね。このように武器をドリルとかつけたり、足になんか、あ、こうはめたりできるんだ。すげえすげえ。で、めっちゃ強そうじゃん。このようにね、なんか武器をいっぱいつけたりすることもできて、ドリルタンクモードにもなることができて、ここに本当はつけるんですが、ちょっとね、コレクターとしてはね、これを取るのはもったいないんで、ちょっと今回はつけないで。ウェーイ。ざっとこんな感じに変身することができますね。普通にね、よかったわ、デラックスで。おぉ、ポップー。って感じで、説明書もシールもついててね、もう新品同然でした。デラックスでね、よかったと思います。けど、まあ、そういう問題なのかな。え？皆さんどう思いますか？こう、頼んだものが違うもので、ちょっとなんか、箱が変わって、プラスされてるっていうのを。まあ嬉しい人は嬉しいだろうけど、本当のコレクターだったら、ね、苦情入れればいい話なんですけど、まあ僕はめんどくさいんで、そういうことはしてません。カブタックでした。で、僕ね、今ちょっとね、すっげえ不満に思ってることがあって、話したいんですけど、アマゾンで最近、頼んでないものまでね、届いちゃうんすよ。で、何かというと、こちら、ドラえもん、都道府県がわかる、社会化面白攻略。これ、ちょっと勉強になるんで、800円ぐらいするんですよね。2冊届いて、あとプロテインもね、頼んでないプロテインまで届いてね、なんかおかしいんすよ、アマゾンが。乗っ取られてんじゃないかっていうね。で、昨日ね、なんと、腕時計をね、注文してました。で、これが14日に届くとか言って、あれ？こんなの頼んでないなーって、まあ、時計ぐらいなら、いいかなーって思ってみたらね、60万円するね。オメガを頼んでたっすよ。もう怖くないですか、ここまで来ると。なんか60万円のものなんて頼んだことねえし、そもそもアマゾンで60万円もするものをね、わざわざアマゾン頼むわけないのに、頼んでたっすよ。
びっくりしちゃって、まあ、商品をね、キャンセルすることはできたんですよ。不安でしょうがないっていうね、話で。皆さんも気をつけてください、なんか。購入履歴をね、毎回見るようにしようかなって思います。ダンテでした。し、あ、どうし。PDS 株式会社。チャンネル登録、よろしく、よろしく。